はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のイエイエイについてですね。作詞は松本さん、作曲は牧野さんとなっていますね。私はこの曲を聴くと自分の子供が小さかった頃を思い出しますね。大輔お兄さんと匠お姉さんが歌ってくれていて、ファミリーコンサートのバージョンなんかでもとても盛り上がりましたね。今でもお子さんに聞かせるととても人気が出ると思いますので、ぜひ子供たちと一緒に聴いてもほしい曲の一つとなっていますね。はい、今日はお母さんと一緒のイエイエイについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。